皆さんこんばんは。バカな動画アップしてるさゆちゃんのさゆです。お久しぶりでございます。令和になって初めての動画になります。今日はね、こちらね、こちらですよ。こちらネオわらび肌、これね、ちょっとね、携帯見てたらすごくいろんなものがあるんですよ。このほうれい線ね、私はこのほうれい線が気になる。で、それでこれはね、ちょっとね、沖縄の方の沖縄美人のオールインワンジェルネオわらび肌、ちょっと言いにくいですね言いにくいですね。こちらをね、買ってみたんですよ。ね、税込みで2200円ぐらいでしたかね。後で調べて貼っときますね。ここにね、書いておきます。これは何がいいかというと、ほうれん線、シミ、シワ、たるみにいいそうです。で、今ちょっとしばらく使ってみてるんですね。こちらね、使ってみてるんです。もう1週間ぐらい経つのかな。毎日夜顔を洗って、で、寝るときにつける感じで、 1g、 このね、このヘラがあるので、このヘラね、このヘラを 1g、 1g 目安にしてつけていきます。でも 1回に 1g ってどれくらいなんだろうということがちょっと私分かんなくて、絵を見ながら、あ、このくらいかなっていう感じで、まあこれは色がこの色で、スプーンが白だから、で、このクリームの色が白なんですよ。だからちょっと色を変えてますね。で、この中はこんちょっと、あ、中はこんな感じ、真っ白で分かんない、こんな感じ。もう1週間ぐらい使ってるから、まあちょっと減ってる感じで、今はこれを買うともう一つ来ます。もう一つ、あ、ちょっとまた税込みで2260円で、これもう一個つくんですよ。で、2つで2000、通常なら1個2000いくらで、今なら1個もう一個ついてくるということです。これ何がないって言うとコラーゲンですね。ネオ、ここに書いてあります。こちらね、こちらはネオダーミン、コラーゲンとエラスチ酸生まれにあって、アミノ酸銅の混合のっていろいろ書いてあるんですよ。あと シンエイク、ちょっとね、読みにくいよね。ヌルボトックスとも言われるペプチド、表情をシワや小じわをって、なんかこのシンシェイクって、なんかこの蛇の絵なんですよ。この蛇の絵わかるかな、この蛇の絵、蛇。あと加水分解コラーゲン、ナノ化されたコラーゲンの肌の奥まで浸透し、内内側から潤いをすると。へえ。で、あとはリンゴ果実、新しい色素の助けをします、お肌のターンオーバーをしますって。あとヒアルロン酸も入っている。あと加水分解なんとか X、 あ、ちょっと違う、ちょっと読めないですね、こんな感じ。お肌の張りを保つために必要な成分の酸性を生かすって書いてありますね。あと沖縄の自然の恵み、自然の恵みをとか書いてあるね、いろいろ。これはちょっといいかもしれないと。シワにはすごくいいって感じで書いてあるね。私はちょっとこれね、使っていきたいと思います。シワ、ちょっとね、シミにもいいって書いてあったからね。2つで2000いくら、1個2000いくらだけど、今ね、もう1個ついてきます。沖縄美人のオールインワンジェルネオわらび肌、いいですね。ちょっと字が見えなくて、ちょっとちっちゃいんです、字が。ちょっと私にはちょっと見づらいですよね、全然見えない。それでは令和になっての初めての動画になります。分かったかな、ね、そう、こちらね、こちら今日紹介しましたよ。なんか紹介っていう紹介がちょっといまいちできてなくてごめんなさいね。よく読めばよかった、私読まないでね。いいと思ったらもうすぐ買っちゃうんですよね。
値段もだいたい2000円ぐらいだったら買うけども3000円だったらなお試しでもちょっと買わないかなっていうのがありますよね。1000円、1500、2000円までかなっていう感じですね。うん、7つの成分がシミにも同時にサポートされますってね、ここに書いてあります。シワね、このほうれい線つけるときにこういうふうにつける、でここもこういうふうにつけるとこういうふうにね、でこのほうれい線が取れるかなということでちょっとね買ってみました。まだ1週間でどんなもんだろう。ちょっと私ここのとこ2キロぐらい痩せちゃったんで、ちょっと自分でもえこれ使ったからみたいな、これ使ったからかなみたいな思ったけど、ちょっと体重見たら2キロぐらい痩せてたんで顔こけたみたいな思っちゃったの。では今日の動画はこれで終わりにします。今日の動画が良かったらグッドボタン押してくださいよ。それではチャンネル登録もよろしくお願いします。じゃあね、バイバーイ。で今日ちょっとリーゼント風にしました。ちょっとカメラ機乱れちゃった。バイバイみたいな。じゃあねー。